皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。バドミントンの全日本社会人選手権が7日、鳥取産業体育館などで開幕。混合ダブルスではパリ五輪銅メダルの渡辺優太が、初めてペアを組んだ18歳、田口真彩と2回戦に登場。2対0、21から8、21から13で初戦を白星で飾った。渡辺は試合後、 田口と組むことになった戦いきさつについて、若い選手と組んでまだまだやりたいという気持ちがあったと説明した。画像、なんかキュンキュンする、渡辺勇太がパートナーと熱い抱擁を交わしたシーン。渡辺と田口は2回戦から登場。白石大聡、若林愛組と対戦した。第1ゲームは序盤から圧倒。21対8で奪うと 第2ゲームも息の合ったプレーで危なげなく勝利した。プレー感はタッチをかわすなどコミュニケーションをとり、連携を図っていた。渡辺は試合後に取材対応。五輪が終わって新たなスタートということで、若い選手と組んで社会人に戻ってこられたのはすごく嬉しいこと。僕自身もまだまだ負けたくないなと思っている。優勝を目指して一戦一戦頑張りたいとコメントした。 渡辺はパリ五輪の混合ダブルスで東野有里との綿菓子ペアで銅メダルを獲得中学時代から13年共にプレーしていたが大会後の8月16日にペア解消を発表今大会は田口とペアを組んで挑んでいる東野は女子ダブルスに転向この大会には桜本綾子とのペアで出場している田口とペアを組むことになった戦いきについては オリンピックの前に、またガシとしてのペア解消を考え始めたとき、若い選手と組んでまだまだやりたいという気持ちがあって、僕の方から声をかけさせてもらったと説明した。すでに、渡口などとペアの愛称をつけるファンもいるが、渡辺はまだ決めないですと話した。渡ガシペアで臨んだ8月のダイハツジャパンオープンでは、同23日の準々決勝でヤンポシュアン、フリーンファン、台湾。 グミに9の21、17から21でストレート負け。これが最後の試合になった。それからわずか15日で迎えた大会だった。田口には、僕がアドバイスするというより、確認事項、思い切りやっていいよと声かけをしたと初戦を振り返った。2人で練習したのは、まだ数日間だという。経験値の部分は僕の方がまだ少し上にいるかなと思うので。 伝えられることは伝えていきたいと思うし、フィジカルとかスキルに関しては申し分ないと思っている。ペアとしての成熟度を高めないといけない。育てるというより、一緒に強くなりたいと話した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。